激レアさんを連れてきた。今週は超のびのびトーク第3弾。めちゃめちゃ盛り上がったツーショットトーク完全版を配信。さあ若林研究員、はい、今友達同士でビデオ通話アプリを使って行うオンライン飲み会が流行ってるんですよ。はいはい、流行ってますね、はい、やったことあります？いや初めてやりました。お、どなたと？佐藤光春っていうトイレ博士の人なんですけど、飲み会って大勢だと島がいくつかできるじゃない、5人で話してる、5人で話してるみたいな、はいはいはい、大勢だと。で俺その島と島の間で一人ぼっちになっちゃうことが多いのよ。難しいですよね。そうで入ってく時に勇気がいるじゃん。どう入るのか、明るい人はさ、なんか何なんしてんのができるけど、それできないからずっと一人で飲んじゃうみたいな時があるけど、オンライン飲み会はそれが絶対ないじゃない。はい、あら最高だね。いや10年前からもう導入してほしかったね。気づいてないだけですからね。そうそうかそうか、うんうん、だからこの番組全然やらないじゃない、はい、だからオンライン飲み会やった方がいいんだ。絶対盛り上がらないですよ。なんでよ。絶対盛り上がらないですって。なんで盛り上がるよ。いやもうタイムラグとかじゃなくて絶対素ができますよ、うん。それはさ、なんとか回してよ、弘中ちゃんが。いや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 、盛り上がらないかな。盛り上がらないと思います。プライベートで弘中ちゃん、ここのスタッフと飲みに行ったりしないの？一回もないですよね。あ、2回ぐらいあるか。2回で忘れてんじゃん。なんで忘れてん？2回しかなかったら逆に覚えてるでしょ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ありました、ありました。弘中ちゃんはやってんの？オンライン飲み会。この前やりました。アナウンス部の後輩とやって3人で。もともと食事に行く予定だったんですけど、行けなくなっちゃったので、飲み会をやって3人で。すげえ。ずーっと悪口言ってました。それは今言っても大丈夫。今は別にオンライン飲み会じゃないですよ。あらあらあら、そうだったそうだった。TV 収録だから。TV 収録ね。流れますよ。大丈夫ね。それすっきりして、また明日から頑張ろうっていう気持ちになるって、身内だけのね。大事だからね。大事。で家の中にいるのは好きな方なの？私全然大丈夫です。それ見せてあげない、後輩に椎名林檎の歌歌ってる。前話題に上がった。俺それ絶対いいと思うよ、弘中ちゃん椎名林檎と同じ格好して。いや絶対無理。結構露出するよね。いや絶対やった方がいいよ。2人の話題は小5から40年以上片思いをしていた超一途な激レアさんの話題に。小5からずっと好きなんだよね。考えられない。やっぱ考えられない。いや考えられないです。やっぱ時が経てば忘れるよっていつも失恋する時ってみんな言うじゃないですか、うん、言う言う。その時は絶対そうじゃないと思うんですけど、やっぱり時が経つと忘れますよね。やっぱ忘れる。忘れます、忘れます。ひろなかちゃん今誰が好きなの？今は今ですか、うん、今好きな人ですか？誰と恋愛してんの今？言うわけないでしょ。オフィシャル、オフィシャルのことかと思った。オフィシャルでは私はもうディーン・フジオカさんが、あ、言ってるよね前が。いやオフィシャルの話は別にいいのよ。あ、オフィシャルの話。プライベートで誰が好きなのかな今と思って。いやだってなんでダメなの聞いちゃう。いや言えないですよ。言えないよ。でも私この間、うん、共演した、うん、ペコパの、うんうんうん、キリュウインさん、はいはい、キリュウインさんです。松陰寺さんですね。ペコパの松陰寺さんが結構好きです。あ、それはいいですよ。言って結婚してんだよね。でもあ、結婚されてるんでしたっけ？結婚してるよ松陰寺くんは。いや頭の回転早すぎて、はい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 、頭の回転早い人大好きなんですよ。はい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 、はい、すごい好きな。松陰寺くんは弘中ちゃんと合いそうだよ。本当ですか？世の中のことなんかとやかく言いたいじゃん、弘中ちゃんって、うん、で松陰寺くんもそうだから。へー、ネタも好きでしょ。好き。面白いよね。面白いです。ああいうの好きでしょ。好きです私。ペコパ、ああいう風に捉える人好きでしょ。大好き。ずっと言っててほしい。私がずっと言ってるんで悪口を、それをずっとこう拾っててほしいです。そういう人がやっぱりいいんだね、はい、プライベートでも長くシュウペイと絡んでるとブチ切れてる時あるけどね正直。そうなんだ。長く絡んでるとね、そりゃそうだと思うけどね。まあまあそうだと思いますけど、はい。